今回は単純な相性診断は中心性を求めなくてもできるということを説明します。これは2021年に離婚した勝地涼さんと前田敦子さんの相性診断の画面です。上下にそれぞれ2人の名刺があり、その間に五感空房、日主感応、感応イコール2と表示されています。まず良い要素から見ると、日主感応は一目惚れ、非常に縁が深い、運命の赤い糸で結ばれた関係ということです。この日主感応というのは、お互いの日主が感応、つまり木の絵土のと、木のと鹿の絵、日の絵鹿のと、日のと水の絵、土の絵水のと、土のと木の絵、鹿の絵木のと、鹿のと日の絵、水の絵日のと、水のと土の絵の組み合わせになっているということです。この感応の組み合わせから通変性対照表を使って通変性を求めると、正在あるいは正観ということになります。日主が感応している場合は、日主の対比では漏れなく大変相性が良い正在正観の関係になっているということがわかります。感応2個もお互いの感応は仲が良いということですので、2つあるというのはなおさら良いということです。ではこの2人の相性で一番悪いところ、やばいところというのは五感空房です。五感空房は腐れ縁、戸惑われの最悪の関係ということになります。勝地さんの空房みが前田さんの日中地支にあります。前田さんの空房猿が勝地さんの日中と月中の地支にあります。これが年中にある場合や、空房の地支が開局のメンバーになっている場合は、五感空房は強くなく気にしなくても良いということになります。しかしこの二人は開局もなく、お互い日中にあるので、完璧な五感空房です。二人は日主感応の一目惚れで惹かれ合って結婚し、その後、一緒に暮らしているうちに、五感空房でダメになっていったと説明ができます。本来の相性診断では、これらの要素以外に、十二運の一致、吉凶星などを見ます。結婚や破局の流れ、さらに復縁を考える場合の鑑定では、中心性を求めて二人の大運、年運、月運の流れを比較してタイミングを考えることになります。実際に復縁ができるかどうか、復縁のタイミングを教えてほしいという鑑定依頼を以前に受けたことがありますが、二人の三年分の大運、年運、月運、十二運、吉凶星を表に書き出して、タイミングを分析するという大変な作業になりました。次回は、相性が良くても運のタイミングが合わないということについて説明いたします。